さあ、それではスケルトンホースの名前はこれだ。おお、どれだ？どれだ？どれになるんだ？ん？スケルトンホース、初のスケルトンホースの名前は、ドン。はい、それでは今回の名前はボーン。ボーンになりました。スケルトンホース、いた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 。君の名前は今日からボーンだ。ボーン、よし、ボーンよろしくね。ウーマミ2号、そしてウママポチ2号、そしてウマムネかっこ美白。いい感じだね、ウマね。ウマ小屋も早く作んないとね。あとジャングルの木植えたら育ちました。あとここでね、カカオを収穫できるようになってます。よいしょ、こんな感じでね、めっちゃはみ出るけどね。よいしょ、はみ出るけど一応カカオ。何が、とりあえずこれ入れといて。よいしょ、あ、どうも。それでは今回も遊んでいきたいなと思います。前にですね、コメントでスノーゴーレムを作ってくださいとあったので、今回はスノーゴーレムをちょっと作ろうかなと思います。一応ね、生放送でスノーゴーレムの材料となる雪を取ってきましたので、今からちょっとやっていきたいなと思います。この穴なんだ。この穴なんだろう。まあいいか、よし。このピラミッドの中だったら生きれるかな。ちょっとやってみようか。結構砂漠とギリな感じなんだけど、ちょっと入らして。よし、あ、ちょっ、あ、ちょっと、あ、つ、あ、つ、よし。どこに、どこに作ってあげよう。じゃあちょっとここあたりに作ってみようか。よいしょ、死んじゃうかな。よし、じゃあここだね。ここに生まれてもらおう。ほいほいと置いて、ここちょっと一応ね、土にして、雪ができた時に分かりやすい感じにして、ちょっと生まれてもらおう。ほい、よいしょ、そいと、オッケー、よいしょ、オッケー、これで雪取れるね。オッケーオッケー、これでいっぱい取れるぜ。いいね、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 めっちゃ取れるね。いいっすね、いいね、ありがとう。雪めっちゃ取れたよ。雪めっちゃ取れたけど、何に使おう。一応持っとこうか。よいしょ。さあ、とりあえずもう終わってしまったな。何すっかな。あとは、エンチャント小屋に蜂、かっこ赤キノコを置いてほしいなってあったな。やるか。オッケー。こうかな。よし。んで、サボテンとキノコ。サボテンはちょっと気分的に置きたいんで置こうと。気分的に置きたいんで置こうと。こうやってね、やり残しじゃないけどね、ちょっとできてないこともやっていかなきゃいけないよね。よいしょいい、よいしょいい、よいしょいい。この辺でいいかな。よいしょ、よいしょ、大丈夫だよね。うん、大丈夫だね。じゃあここに植木鉢置いて、キノコ、そして、あ、ここサボテンやめようか。ここじゃないね、サボテンはこっちにしよう。よいしょ、ほい、あー、かわいい。よし、これでミッション達成だな。あとは、じゅっちゃんが村の安全を確保しようって言ってたんで、村の安全を確保しに行こう。行くぞ、ウマムネ。よいしょ、村の安全を確保するんだ。じゃあちょっと村の安全をね、確保しましょう。待って、村人いなくね？あ、いるね。ハーンって聞こえるね。これいるよね、みんないるよね、大丈夫だよね。あれ、みんないるよね。あ、これ下みんなやられた。もしかして、え、これ下みんなやられたパターンかな。なんかそんな気がするね。あ、ここはいるのか。あー、そうか。とりあえずちょっとここ
囲いまして、よいしょ、とりあえずここ囲いまして、あっちはね多分やられたっぽいね。まあ仕方ない仕方ない、もうどうしようもないね。よし、ちょっとこの辺も一応柵しとこう。ほいほい、とりあえず境界は砂の中から出てきたけど、もうこの境界にしかここは人がいないんで、ここも削っちゃおうかな。ここも削って境界だけ囲っとこうか。そうしよう、境界だけ囲う感じでいきましょうか。この辺かな。いやーでもこれ出そうだな。よいしょ、こうしといて、こうで、こう、あ、いいんじゃない。そしてちょっとこの家ね、申し訳ないけども誰もいないんでちょっと撤去させてもらおう。よいしょ、ほい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 、んでここもうちょっと開けといて、ちょっとこの辺を脇潰しといて、ちょっと新たにね村を作っていかなきゃいけないねこれね。よいしょ、新たな村建設が必要だな。よいしょ、ここに階段と、よいしょ、でよいしょ、ここにも階段、お、オッケー、いいんじゃないね、釣り人さん。よいしょ、ほい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 と、よし、綺麗になってきたな。ここはもうこれで OK だな。ちょっととりあえず湧き潰しだけして、またね新たに村を作っていこう、村人さんを増殖してね。よいしょ、ほい、でこのゾンビの声どこからしてんだろう。この下かな、一応倒しときたいよね。あ、いたいたいた、いましたね。クリパンが怖いよ。わ、結構いるね。ちょっとね、村の安全を確保しなければいけないのでね、この辺も湧き潰しておきますよ。よいしょ、おい、おい、この下深いのかな？よっ。なかなか深いね。なかなかの深みがありますよ。OK。あれ？え？村の下に？まさかの？あ、マジで？スケスポ？スケスポ？何スポ？あ、ゾンビスポか。とりあえずチェストの中見させてもらえますかね。はい。わあ、シルクタッチだ。マジで。それは欲しいぞ。やべえ、シルクタッチだ。糸も骨もある。こっちは？こっち大したことねえな。こっち大したことないけど、でもシルクタッチ手に入ったのはいいことだわ。いや、ありがとう、いただいて帰る。ほいと、ほいほいと、オッケーでしょう、これで。よいしょ、んでここ階段。お待たせお待たせ、君もヤシさんだったね。よし、で君は
道具鍛冶さんね、よろしくね。よしよし、オッケー。それじゃね、ということで今回はですね、皆さんからいただいていたコメントでできてないことをする回でした。いやー、あとスライムの空き巣できたんでね、次は処理巣を作っていかないといけない。それじゃあ最後に、うちのスライムトラップがね稼働してスライムがたくさんいるのを見て終わりましょうか。下の方にいるのかな、こちら。あれあ、いたいたいた、下に、そんなとこにいたのね。いや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 、待って待って待って、あ、ちょっと、痛い、ほい、はい、それでは今回もご視聴いただいてありがとうございました。よかったらまた見てください。バイバイ。やめろ。